ではやっていきましょうか。ICU のルーチンというか、まあ、全体を、勉強していくという回ですね。どっちかというと、3年目とかの後期研修の一番最初、2年目の、回ってきた研修の一番最後に知識確認みたいでやってるようなやつです。なので、先生の目標は、こういうことを研修に教えればいいんだなということを、理解していただいて、これを研修が来たらやるというつもりで聞いていってください。さて、集中治療はですね、まあ、レビュー論文なんかで、飛行機の操縦に例えられることが多いですね。チームで、例えば、まあ、CA がいて、管制官がいて、整備士がいて、で、僕たちは、インテンシブスはパイロットの役割をしていて、まあ、高度や方位や速度っていうのを、バランスを見ながら決めていくと。で、それに ICU のシステム、安全管理システムがついていて、落っこちないように、操縦していくと。で、私の頭の中ではですね、こういう丸っこいのがあって、で、それはベクトルの集合和なんですよ。で、そのいい方向っていうのが、例えばこの右上の方にあったとして、で、右上に行くように、このベクトルを、ベクトルの総和を右上になるように、それぞれの矢印を調整して、全体の総合和がいい方向に向かっていくというようにやっていくということを心がけてやっています。で、なので、例えばなんか呼吸不全があるからちょっと循環弱めに管理してるとかそういうことが起きるわけですね。で、ショックだから呼吸はちょっと一時的に捨てて、まあ、酸素を0.4ぐらいまでは、まあ、許容しながら、輸液を入れる管理をしたりっていうことをするわけです。たまにPE だから一切輸液を入れてくれるなみたいな循環器内科がいたりするんですけれども、それはもう本当に循環しか見ていないということですね。で、やっぱり PE だと循環ある程度維持するのに、酸素化を少し犠牲にしながら循環を管理しなくちゃいけないというフェーズがあるので、やっぱり考え方としてはベクトルの総合和ですね。和を考えながらいい方向に持っていくというのを心がけています。で、今までおそらくですね、内科の研修とかしているときは、プログラムリストでやっていたと思うんですけれども、ICU にしてバイアスシステムになってますよね。で、ICU の患者さんをバイアスシステムで、じゃなくて、プログラムリストで、管理しようとすると、どうしてもなんかこんな感じになるわけですよね。なんかもう、プログラムだらけで、なんかちょっとカルテが仰々しくなっていってしまうと。いうことで、プログラムリストは確かに重要なんですね。重要なものから議論できて、優先順位が明確なんだけれども、デメリットも多いと、いうところで、ICU では、バイスシステムで、管理しているということになります。で、バイスシステムは臓器ごとに、プレゼンテーションしていくスタイルになるんですけれども、今度はそうすると、抜け落ちはなくなるんですけど、優先度がよくわからなくなると。いうので、今多分みんなが使ってるのは、バイシステムの中にプログラムを落とし込むっていうような、形ですね。一番上にプログラムリストがあって、で、臓器の中に、プログラムが入っていると。なので、優先順位は一番上のプログラムリストを見ればよくて、バイシステムは抜け落ちないように書きつつ、その中にプログラムが入っているというような、カルテの書き方をしていると思います。なので、多くのローテーターが一番最初に困るのは、プログラムリストからバイスシステムに慣れていくというところなんだけれども、やろうとしていることは、そのプログラムベースにバイスシステムをやっているということですね。ハイブリッドでやっていくって感じです。さて、なので、今回のレクチャーも、臓器ごとに、ICU の要点で、まあ、1ヶ月、2ヶ月でできるようになってほしいことっていうのを、勉強していきます。まあ、こんな患者さんよく来ますね。今、8号室にいる人も似たような感じですよね。2型糖尿病型高血圧がある82歳の人が、下部消化管穿孔でオペして ICU に入ってきましたと。筋弛緩が切れると眉間にしわを寄せて、両上肢も拳を握って呼吸器とかハイティングして不穏状態です。バイタルは以下の通り。まず最初に何をすべきでしょうか。
はい。意識はこれ、次出てくるのかな。えい。あ、選択肢出てこないですね。まず最初にやることは鎮痛になります。意識は不穏状態ですね。で、これで鎮静を選択してはいけないっていうのが理想になりますね。よく集中治療でいうのは鎮痛ファーストですね。もうトランプじゃなくなっちゃったから、トランプのモノマネでいつもここは鎮痛ファーストってやってたんだけど、もうそういうのが通じなくなってしまったので、まずは鎮痛の評価から、していってくださいというのが大事なことになります。で、よく研修医が鎮静を使おうとしてしまうんですけれども、鎮静と鎮痛はまあ別ですよねというのが、重要な項目になります。で、この領域は、昔からパッドって言ってですね、ペイン、アジテーション、デリリウムをコントロールしましょうという領域で、今はパッド IS ですね、インモビラリティと、スリープが入っている。いうので、この領域を勉強しようと思ったら、PADIS のガイドラインを、追っかけていくということが大事になります。ICU におけるペインとアジテーションとデリリウムで iPad って昔は言ってたんですけど、IS がついてしまったので、その2つをも追加で考えていくと。で、PAD のガイドラインで強調されているのは、評価して治療してくださいよということが、挙げられているので、まず、痛みの評価をしてみて、さっきの人であれば、BPS とかですね、ビヘビオーラルペインスケールとかで痛みを評価して、鎮痛薬を選んでいくということになります。さて、一般的に使われるペインキラーはこういうものがありますよね。非オピオイドがあって、オピオイドがあって、局所麻酔薬、全身麻酔薬があると。第一選択、ICU における鎮痛の第一選択はどれになりますか？今 ICU だとどれから使ってることが多いですか？オピオイドがですね、オピオイドが第一選択になります。どういうことかっていうと、緩和ケア講習会って出たことあります？眼性疼痛とか、なんかラダー方式で上がってくるじゃないですか。あれ実は、ラダー、エスカレーター方式って言ったりするんですよね。エスカレーターになってるな。で、それは痛みがだん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 強くなっていくからですね。で、一方で、たまに急外に、もうどん詰まりの腫瘍みたいな感じで、もうものすごい痛い状態で来る人たちいるじゃないですか。ああいう人たちに、じゃあアセタミン編から始めましょうかっていうと、そういうわけじゃなくて、その時はエレベーター方式って言って、痛みが取れるところまで鎮痛薬を入れてあげるというやり方を、緩和ケアでも教わります。で、まあ、それと概念としては一緒で、ICU って普通に何も痛くなかった人が、いきなりお腹が痛いて、急にものすごい強い痛みに襲われて、ICU に入ってくるので、一番強い痛み止めから使ってあげるっていうのが、第一選択になるわけですね。なので、モルヒネやフェンタニルなどのオピオイドから、基本的には使っていくというふうに思ってください。でちなみに、アセトアミノフェンの使うことの意義、ICU における意義っていうのはどういうのがありますか？もちろん鎮痛もあるんだけれども、ICU におけるアセトアミノフェンの役割っていうのは過剰なオピオイド量を減らすです。なのでオピオイド量が多くなっていったときはアセトアミノフェンを併用してあげると。で一方でやっぱり NSAIDs っていうのは、まあ、やっぱり使わない方が良さそうで、この ICU ではもうほぼ一切使わないっていうようなつもりでやってます。やっぱ AKI になるリスクと、先行とか開業するリスクがあって、まあ、たまたまなんですけど、一回だけ俺 NSAIDs 使って翌日に先行したことありますね。友人にいじられました、それは。お前の NSAIDs が開けたらって。まあ、因果関係があるか分かりませんけれど、まあ、やっぱり、まあ、危険な薬であることには変わりないですし、あと観察研究で、NSAIDs って抗血小板作用があるわけですよ。なので、出血や再手術が増えるかもしれないというふうには言われています。
さて、じゃあ、鎮痛をしっかりしたら BPS は3点になりましたと。で、ややぐったりしているけれども落ち着いてます。で、人工呼吸器官なので、鎮静剤は何すりますかって尋ねられました。鎮静剤は何を使いますか？いいですね。基本的には ICU のそのローテーターたちにはですね、3つ、使えるように、教えてあげてください。で、ミナゾラムとプロポホールとデキサメトミジンですね。で、それぞれの特徴を、理解して、どういうふうに使うのかというのを、教えてあげられるといいかなというふうに思ってます。で、例えばミナゾラムであれば、まあ、循環動態そんな作用しないけれども、ものすごい腎障害で作用が延長することがあると。たまに絶賛 AKI セプティックショックで、球外でミナゾラムで挿管して3日起きないとかですね、まあ、そういうことはよくあるので、若干使いづらいと。で、かつ専門のリスクがあるわけですね。プロポホールに関しては、循環動態の影響は非常に大きいです。で、特に心外の場合は心抑制効果があるので、結構、低心機能の人たちにはあんまり使いたくないなって思ってる人が多いんですが、個人的にはプロポール使って、まあ、昇圧でないし、カテゴラミ使えばいいんじゃないかなと思ってるので、まあ、ミダドラム使うよりはプロポと昇圧剤でいいんじゃないかなとは思ってます。で、あとは PRIS ですね。耳鼻科の小児の子で問題になったやつが、パーキロ 4mg で、起きるというふうに言われているので、ちょっと20超えたあたりから、20ミリグラム、200ミリグラムパワーを超えたあたりから、ちょっと注意しないといけないと。で、デキサメトミジンは鎮痛作用があって、呼吸癖がないと。で、徐脈になりやすいと。で、浅い鎮静しかならないので、基本的には、なんか、麦芽前とか、アルコール離脱性もとか、そういう人にのみ使用するというふうに思ってください。で、よく最近ちょっと増えて嫌だなと思ってるのは、2剤併用ですね。何がどう効いてるのか分からなくなるので、基本的には1剤でシンプルに管理するのが楽です。昨日も例えば、プロポ10、120mg プラス、ミダゾラム 5mm っていう中途半端な量が入ってたんですけど、別にそれはプロポホールを増やせばいい話じゃない。増やして、下がる血圧に関しては、ノバードでカウンターすればいいので、あえてなんか2剤、こう、鎮静剤が入って起きなくなるとか、そういう事態を起こすよりは、シンプルにプロポホールで、管理した方がいいかなというのは、多分私と林先生はそういう思いがあります。なので、基本的には、ですね、デクスを使うときは、アテンディングに相談した方がいいです。最初のうち、結構プロポデックスとかって使ってませんでした。で、あんまりそれってなんか、いまいちだなと思うので、プロポ1剤で管理できるのがやっぱり一番シンプルで、で、X1 剤で管理できることが一番シンプルなので、それはフェーズを分けて使えば、必ず1本だけで済むようになるはずなので、急性期の状態で、X で開始して、やっぱり鎮静が足らないって言って、プロポホールを使うケースが多いですね、そういう時って。それは最初からプロポを使ってれば済んでた話だと思うので、可能であれば、シンプルに管理できるように心がけるというふうにしましょう。さて、っていうことがですね、パッドのガイドラインにあって、このガイドラインは、日本語訳されてて、2018年にパッド IS になって、で、それも日本語訳されてます。なので、こういった鎮静や、鎮痛のことを加えて、専門や、リハビリ、それから不眠ですね、管理しようと思ったら、PADIS のガイドラインを参照してください。ていうのが最初の神経のところの抵抗法になります。さて、じゃあ、呼吸の話にバイシステムで進んでいくので、移っていきます。で、サチュエーションが99%、呼吸が10回、人工呼吸器設定は以下の通りです。さあ、ダメなところを指摘してください。高いと何がまずいですか、先生。
上の方にあったので、平均に変化する。そうですね。サチュレーションの目標値は94で、PO2 は70ぐらいに管理するのがいいというふうに言われています。例えばですね、自分の患者さんが PO2300 だったのが、数時間経ったら PO2100 に下がったとしましょう。酸素可能が3分の1になったのに、サチュレーションアラームは鳴らないわけですね。鳴らないアラームをつけている意味がないので、一番このカーブで動きやすいところに、サチュレーションを置いておくというのが、アラームとしてリーズナブルです。それが一つの理由。で、もう一つの理由は、高濃度酸素の場合ですね。ICU でトピックになって、なんかいまいちそんなに害はないかもしれないなっていうのはあるんですけれども、やっぱり酸素の与えすぎは、まあ、150を超えると多分まずいだろうということは分かっていて、まず150から60の間っていうのに、どこに最適値があるかっていうのは分かんないんですけど、まあ、その辺のどこかであれば大丈夫なんじゃないかなとは思いますが、モニターのその意義と合わせると、この ICU では PO2 は70、サチュレーションは94って感じするっていうのが、リーズナブルになるかなというふうに思います。じゃあサチュレーション以外の呼吸器設定の問題はいかがですか？いいですね。タイダルが入りすぎて、呼吸数が少ないですね。要はアシドスの代償ができてないですね。これは、一つは、やっぱり6から8は守りましょうと、いうふうな、ことは、みんな心がけてます。で、より具体的な話にすると、6と 8VS15 ぐらいで比べてるんですよ。それで死亡率が下がったという話になるので、例えば6と8と10を比べたらそんなに変わらないですよね。そう考えると15とかそういうのはまあ悪いと。一方で、まあ、10ぐらいになっちゃうというのはおそらく許容の範囲だろうというふうには思っています。ただまあ6、8目指せるんであればそこを目指すというのが基本スタンスになりますね。で、圧を合わせて30以下にするというのが、一つの管理目標で、最近なんか25ぐらいの方がいいんじゃないかというような文献も出ていますが、RCT でロバストになっているのは、まあ、30以下であるということになります。ちなみにドライビングプレッシャーの目標値って最どうですか？いくつぐらい？で、それが多分ここ近年の、まあ、議論に上がっていたところですね。要は結局、このプラトワーツ30以下っていうのよりも、そのピープのとこから上がる圧力が問題になるんじゃないかと。それがドライビングプレッシャーですよね。うちの V840 であれば、PI がそのままドライビングプレッシャーになるので、その値が15を超えると予後があるんじゃないかということが今までの、これ全部観察研究なんですよ。観察研究で分かっていて、RCT ではドライビングプレッシャー15以下にしたら、予後が良くなるってことは一度も示されてはないです。しかやってないんです。で、どういうことかというと、ドライビングプレッシャー15より低い呼吸器設定できる人たちは予後が良くて、20とかかけない人たちは予後が悪いと。それは、じゃあドライビングプレッシャー下げたら予後が良くなるかと言われると、ちょっとそれは違くて、どっちかっていうと、それはなんか単純に具合が悪いことを反映しているだけなんじゃないかなっていうふうには思います。なので、まあ、一応、一般的な管理として、やっぱりそのドライビングプレッシャーが上がるような場合は、だったり、軽配圧を少し意識して申請とかするんですが、多分意味ないだろうなと思いながらやってます。みんなやるからちょっとやっとくかみたいな、いう感じですね。ということになります。で、換気設定のところの、
その代償できてないパターンはですね、よく球外の子たちが3、4年目で失敗するので、まあ、なんかアシドーシスでショックで挿管したけど、代償できるような設定にしないで上がってきて、pH 7.1になってるとか、そういうことがあるので、ちょっと例えば入室お願いしますって言って、球が今日みたいに下に置いて挿管されてるときに、設定がちょっとおかしかったら、見てあげて、代償できるような設定にして、上がるまで30分とかかかってしまうので、見といてあげてください。まあ、多分もう今の4年目で毎週回ってる人たちは大丈夫だと思うけどね。ということで、人工呼吸のところの、2つ、覚えておいてほしいのは、サチュレーション94ぐらいにしましょうということと、人工呼吸器設定は6から8ぐらい、の、プレディクティッドボディウェイトで、人工呼吸器の、設定自体の練習はですね、人工呼吸器の回があるので、それで勉強してくださいというふうになってます。さて、循環の管理の話をしていきましょう。もう ER と術中でプラス7000になっていますと。で、ドーパミンが20ガンマで投与されていますと。で、末梢循環の中、リベドが出ていて、尿が出ていませんと。血管収縮薬は何か追加したり変更したりは必要でしょうか？有機の追加はどうでしょう。ちなみにエコーは何を見ますか。ですかね。この2つをまた覚えていきましょう。まず1つ目はドパミンは使わない方がいいということですね。ノルアドレナリン優先して使うんですが、これは何でですか？そうですね。致死性の不整脈が2倍ぐらい増えます。っていうので、そうするとやっぱり死亡率上がるんじゃないかなっていうので、ちょっと古いメタアナライスだと死亡が増えてそうと。最近のメタアナライスだと死亡までは増えないんじゃないかみたいな、論調にはなってます。ただ、まあ、致死性不整脈が多いことは確かっぽい。ということで、やっぱり害があるものは避けていくっていうのが第一選択があるので、初発剤はノルアドから使い始めるというのが、ここのスタンスになります。で、今までなんかドパミンが多く使われてた理由は、おそらくですね、これ、覚醒剤になってるんですよ。なので、すごい球外で出やすいと。昔の球技の先生、みんなこれ使ってたんですけど、そのノラドのトライアルがアンジクスから出て、ノラドにどんどん切り替わっていったっていう経緯がありますね。で、ノラドはですね、アンプル切って24時間ぐらいしか安定しないんですよ。で、5パグルと生食だと5パグルの方が若干安定しやすいということで、5パグルにノルアドっていうレジメンでやってます。で、1回製薬会社に問い合わせて、これはプレフィールド化できないんですかって聞いたんですけど、あ、無理ですって言われました。やっぱ安定しないらしいですね。なので、うちの指示はですね、ノルアド3が5パグル100ですね、末梢から行く場合は。で、CV から行く場合は6が100です。別に何の蘇生でもいいんですけど、一番重要なことは、ノルアドって言ったらこれが出てくることです。どこで誰がノルアドをくださいって言っても、これが出てくるっていうのが、すごくこう、時間一刻を争っているときに重要な、コンセンサスになっていて、かつ、球外から変なのがついてきて切り替えるとかしなくていいし、なんなら実はこれ、阿波地域医療センターもこれでやってるんですよ。で、循環器内科以外のすべての科がこの蘇生でやっているので、院内でどこに行っても同じように輸液が使えるっていうのは、すごくやりやすいですね。で、これをやるのに多分3、4年ぐらいかかったんですけどね。
で、ノルアドがダメだった場合に、ノルアドだけでは昇圧が難しい場合にバソプレシンとアドレナリンを使っていくことになるんですが、先生はやっぱこのバソプレシンとアドレナリンの使い分けにこんな時どっちにしようかなみたいなのありますか？排血症などが難しい。で、排血症に関しては、バソプレシンとアドレナリンをヘッドとヘッドで検証したものって実はないんですよ。で、観察研究があって、多分どっちでもいいんじゃないかなみたいな話にはなっているんですね。で、バソプレシン自体もノルアド単剤とノルアドとバソプレシンで、まあ、不整脈が減りそうで、高血圧違うな、ノルアドの高用量が減るというぐらいのエビデンスなので、まあ、必ずしもバソプレシンを絶対入れないといけないというわけではないかなとは思います。ただやっぱりノルアドが1ガンマとか流れるのってやっぱ筋が悪いですよね。薬剤って必ずこういうシグモイドカーブになるはずなので、上げていってもそんなに効果がないところに入ったらそれは違う薬剤を使うっていう方が、まあ、薬理学的に筋が良いということになるので、まあ、ノルアドの次にバソプレシンを入れるっていうのが顧問になります。で、ただですね、バソプレシンでやっぱりのみとか末梢の四肢の壊死みたいなことが、起きやすくはなるので、例えばですね、ここは林先生のこのエキスパートオピニオンなんですけど、腸管虚血とか末梢の、血管リスクがありそうな人はアドレナリンにして、要はベータ作用があるので、あとは低心機能の人たちですね、の人たちにはノルアドプラスアドレナリン、でそういうリスクがない人たちにはバソプレシンみたいな使い分けをしています。なので来てノルアドを使っててやっぱりなんか全然心臓動かなくなってるなと思ったらバソアドレナリンを使うし、そういう腸管の壊死とかそういうリスクがなければバソプレシンでいいかなっていうふうに思います。で、ハイグロコルチゾンはいつ入れますか？どのぐらいで入れるか、これもなんか自分の中で基準があった方がいいですね。で、どういうふうに、一応ここでのコンセンサスはどういうふうに結論を出しているかというと、これまで、アドリーナルと、アプローチって2018年ぐらいでしたっけ、アンジックスからステロイドの大きい研究が出て、まあ、ショック離脱は早いけど死亡までは変わらないかもというのが一つと、その後アナン のフランス人のアナンというやつがフランスでやったアプローチっていう、ステロイドの RCT が出て、でそれで死亡率がやっぱり下がりそうというようなことがあったんですけど、患者層をその RCT 見てみると、アナンのやつはですね、ノルアド使ってて、まあ、6時間ぐらい経過しても、ショックを離脱していないというような時にハイドロコルチゾンが入ると良さそうだなというような、患者の組み入れとか、その実際に、実際のその RCT での薬剤投与のタイミングとかを見ていくとあるので、うちではまあ昇圧剤で粘って6時間ぐらい経っても、コントロールついてなければステロイドを入れてみようかと、だいたいバソプレシンにつくタイミングぐらいになると思いますね。例えばだからあそこなんかは、そろそろ行ってもいいのかなっていう気はしています。なので、まあ、休外で入ることはなのでないんですね。6時間休外に待機してたら多分それはまずいって話になるので。でもう一つは有益です。で、超音波で判断するっていうのがおそらく、コンセンサスがありますね。スタティパラメータと言われる、要は静的パラメータ CVP とか PA とか PCWP というのは全く当てにならないと。ダイナミックパラメータで、よく言われる SVV ですね、
これの測定条件が強制換気で、かつ滞在ボリューム一定で、っていうときしか、で申請されているというときしか、正確な値が出ないので、これもちょっといまいち使いづらい。一番まともなのがレクライジングですね。ただめんどくさいと、いうことになります。で、一番ちゃんと有益反応性を評価しようと思ったら、VTI か CO をエコーでちゃんと測って、で、レクライジングして 15% 以上 CO が上がる場合は有益反応性があるっていうふうにします。で、めんどくさいでしょう。一応ここので働いてた超音波の大家の松本先生って今人が集中治療学会のエコーのセミナーとかをやってるんですけど、その人はちゃんとやってるって言っちゃうんですけど僕はやらないです。いや、そういうことはどういうことかっていうと、もし真面目にやるんだったら VTI 測ってレグライジングして影響すると。一方で、7000円いってたらちょっとやった方がいいかなと思うんですけど、まあ、3000ぐらいだったらとりあえず入れてしまっていいんじゃないかなと。入れて反応が MAP で見るんだけどなさそうであればちょっとやめとこうかなというような気はしています。で、この辺に関してはなんとかモリスカーブって排外血管水分量とスターリンのカーブで、どのフェーズにこの患者がいるのかっていうのを頭の中でプロットしながら、今輸液を入れたのは輸液入れたけどおそらくは全然血管が満ち足りてないから反応がないだけであって、もっと入れたら反応するっていうフェーズなのか、もう反応しないっていうフェーズなのかっていうのを考えながら、輸液ができるようになるといいかなというふうに思います。CVP は全然当てにならないということですね。CVP が当てにならないということは、IVC もおのずと当てにならないということになりますね。なので、よくここの研修医の子たちが、IVC 測ってきて、なんか何ミリだったから有機を入れようかと思いますというのは、それは間違いですよというのは教えてあげてください。ということで、手圧やノールアドからで正確なボリューム評価は分からないので、有益反応性を見るのみということになります。というところまでが、循環の話になります。で、ここで一回止めて、後半戦をまた朝やりましょう。